軍のフェンス街から望むバローシャ。バローシャの廃墟となったホテル。バローシャはキプロスのファマグスタ南部に位置するゴーストタウン。1974年のトルコのキプロス侵攻以前はファマグスタの観光地であった。紛争が勃発すると住民は他地域へ逃れ、バローシャはトルコ軍の占領下になった。それ以来、バローシャはゴーストタウンのままである。 一般に立ち入りは制限されており、2015年現在も人口は0、人である。バローシャという地名の起源はトルコ語で、郊外を意味する、ベロスからである。この単語は、バルカン半島の大部分がオスマン帝国の統治下であった時に、バルカン地方の言語から入ってきたものである。セルビアクロアチア語で、ベロスは、町、下町、自治町村、郊外等を意味し、 ハンガリー語では、町、自治町村、地方自治体を意味する。なお、VR は、取り出を意味し、それゆえ直訳では、砦のある場所という意味になる。1970年当時、ファマグスタは、キプロス内の観光スポットの一つであった。増加する観光客に対応すべく、次々と新規の高層ホテルが建設された。前世紀は、キプロス国内だけでなく、 世界でも最も人気の観光スポットの一つであり、ラクエル・ウェルチ、ブリジット・バルドー、リチャード・バートン、エリザベス・テイラーなどのセレブリティに愛された。主な見どころとして、ジョン・カイ・ケネディ通りが挙げられる。JFK 通りは、ファマグスタ港付近から、バロー社を通過し、グロッサビーチへつながっている。JFK 通りに沿うように、アステリアスホテル、キング・ジョージホテル、ギリシャンホテル、 フロリダホテル、アルゴホテル、エリザベステーラーのお気に入りだった。などが立ち並ぶ。アルゴホテルは JFK 通りの集団にあり、正面にはプロタラス、フィグツリーワンがある。その他の主要な通路はレオニダス通りであり、JFK 通りに合流し、西にはウィーンコーナーがある。レオニダス通りはバロー社におけるショッピングと娯楽の中心で、レストラン、バー、ナイトクラブ、 トヨタのディーラーなどがあった。トルコのバロー写真工以前の人口は3万9000人。続く1974年6月20日のトルコのキプロス侵攻の後、ギリシャ系キプロス軍はラルナカへ撤退した。この時、トルコ軍は現在では民族的境界線となっているグリーンラインまで勢力を伸ばした。ギリシャ系キプロス軍とトルコ軍が ファマグスタの路上で戦闘になる数時間前に、すべての住民は、虐殺を恐れて逃げ出した。難民は南下して、パラリムに、デディネーや、ラルナカなどへ逃げ込み、パラリムにはそれ以来ファマグスタ県の中心都市になった。トルコ軍は、バローシャ全域を掌握すると、周囲を金網で囲い、トルコ軍と国連関係者以外の立ち入りを禁止した。バローシャの住民たちは、事態が収束すれば、 バロー社へ帰ろうとしていたが、かつてのリゾートはトルコ軍によって金網で囲まれていた。1984年度の国際連合安全保障理事会決議550で、バロー社は国連の管轄下に置かれることと、逃げ出した元の住民が再び定住することが要求された。トルコはこれを拒否し、思い通りの要求をキプロスに飲ませるための交渉材料として、 バロー社を利用した。この計画は、安乱計画と呼ばれ、大半のギリシャ景気プロス人らはこれを不公平だとして拒否した。この計画は、元々の住民がバロー社に帰還することが内容に盛り込まれていたが、ギリシャ景気プロス人らは、これらの要求はとても容認できないとして、この計画を拒否した。国際連合安全保障理事会決議550発表で、 この計画は今回の騒乱の収束を元々の住民以外で試みるもので許しがたくバローシャが国連の管轄下に入ることを強く要求するという声明が発表された1974年頃よりトルコ軍の役人と女性塗料の利用者を除いて立ち入りが禁止されている欧州人権裁判所はトルコのバローシャ侵攻の結果として ギリシャ系キプロス人に援助で10万から80万ユーロを提供した。住民が消え去ったため地域の修復が実行されていない。すべての建造物が崩壊し続けている。金属が腐食され窓ガラスは割れ、道路や壁には植物が根を張るなど街は自然に帰りつつある。また近辺の浜辺ではウミガメの産卵場所になっている。ありがとうございます。